バルトフィン諸語は、ウラル語族フィン、ウゴル語派に含まれる、言語群。単に、フィン諸語と呼ぶこともある。スカンジナビア東部、バルト海東岸、ロシア北西部で話される。主要な言語としてはフィンランド語、エストニア語がある。現在の和社は700万人ほど。ロシア領内、イングリア地方の少数民族の言語も含まれ、特に、リボニア語は、ボゴワ社が死去。 ボート語の和者も100人足らずとなり、危機に瀕している。ロシア語が広がる前はこの地方一帯の土着言語であったと思われる。ウラル語族の他の言語と同様に基本的には、硬着語であり、動詞や名詞に設備字が硬着することで変化する。しかしバルトフィン諸語では、硬着に伴い、語感のー音が変化する、ー音改定交代が発達している。その結果、 厳密な意味においては、屈折語に近づいている。また母音調和があるが、リボニア語、エストニア語、ベプス語では衰退している。音音韻論的には長母音、二重母音が発達している。およそ次の言語に分けられる。ただし中間的な方言などもあり、厳密な区分ではない。バルトフィン諸語は、上位分類として、フィンサーミ諸語、フィン、ボルガ諸語、さらにフィンペルム諸語に入れられる。 ただしこれらの分類についてはいずれも議論が多く、系統的分類とは言えない。ホマーストルーム、ハラルド・フォークル、ロバート・ハスペルマス、マーチンエトール、エズ、フィニック、グラタラグ2.7、イエーナ、マックス、 プランクインスティチュートフォーザサイエンスオブヒューマンヒストリー http コロンスラッシュスラッシュ glottolog.org スラッシュリソーススラッシュ languoid スラッシュ id スラッシュ fin1317 ありがとうございます。